カイトーキッドに会いたいか。やあ、刹那圭介だよ。ライト3、やっていきたいと思います。続きから。誰が何と言おうと俺はライト3とは言わないからな。さて、イーノスが戻ったって聞いたけん、そっちの方行ってみよう。おるな。補佐って感じでおるな。ああ、君たち、彼を呼んできてくれて助かったよ。さてと、あとは、回答はまずだけだな。この秘宝も苦労して手に入れたんだ。簡単に渡すつもりはないさ。ちょっと聞かせてください。その苦労ってはどういう苦労をしたんですか？まさか警備がたくさん追う中に、突入して、うまく盗み出したとか言うたらさ、俺、ビンタしますよ。おっと、イベント入った。はぁ、はぁ、あ、先ほどはどうも、いや、どうも。いいんですよ、別にいいんですよ。依頼者っていうか、あなたの隣の人から5万ぐらい後でもらうつもりなんで。ものすごい数の警備員ですね。ええ、まあ、機械にも限界はありますから、生身の人間がいた方がいくらか安心ですし、そうやな。セキュリティだけじゃな。十里に怪盗が宝を盗みに現れる、でしたっけ。ええ、そうですね。これが予告状なんですけど、見てみたいな。右下に蝶のマーク。今お題のバタフライのものですか。本物なのでしょうか。いたずらなら一番安心するのですがね。そうやな。怪盗って何？ああ、最近新聞やテレビのニュースとかでよく聞かない？謎の怪盗また現れる。みたいなの。新聞買う。お金あるんだろうか、この二人。ターゲットには前日に予告状を出し、予告通りに住んでいく。そして予告状には蝶のマークが添えられている。そのことから怪盗バタフライと呼ばれているでしたっけ。いや、もしかしたらさ、その怪盗バタフライさんはさ、蝶よりもガの方が好きかもしれんよ。怪盗バグの方がいいかもしれんよ。そうです。あとは怪盗がつけてる仮面も蝶の形をしているだとか。いや、それやってさ、武装連機に出てくるバビオンだったっけ。俺、武装連機は見たことないけど、そういうキャラクター仮面つけたキャラクターおるん知っとんよな。それをコスプレでやいようかもしれんで、好きなんかもしれんで、そういうタイプのかもしれんで、まるで絵本やアニメなんかの怪盗そのままですよね。言っちゃったよ。ええ、そうですよね。ケーキの人たちもお手上げ状態。え、もしかして前作にできた隊長さんとかもかな。とは言ってもしょうがないか。彼らの仕事は戦闘がメインのようですからね。なるほど。のらりくらりと逃げる怪盗のようなタイプは苦手なのかもしれませんね。へえ、すごいな。シドも怪盗やったら。犯罪を押し付けようとしてるよ。あはは、怪盗は泥棒だぞ。立派な犯罪だ。え、でもシド無事。あ、ほら、エフィ、口にお菓子のカスがついてる。うっかりさんだな。猫かぶってる。まがががが、かわいいな。エフィーナちゃんのこの目、かわいいな。まあ、そうですね。狙うのは汚職事件があった政治家とからしいですけど。あ、そうなんだ。じゃあ、あなたの隣の人、何か過去に問題あるんじゃないですかね。大丈夫なんですかね。やってることは泥棒ですもんね。ん？あ、そうだ。今回ケーキの人にもお願いをしているみたいです。ケーキ？しかしケーキは護衛のような仕事は。ああ、そうですね。でも最近新しい。そうです。ああ、ほら、話をしていれば。今のそうですって女の子っぽい声を出したけど、女の子っぽいわ。やっ、あれ、なんかこの子、隊長さんや副隊長さんの妹みたいな顔しとったけど、似たような顔しとったけど、まさか本当にそうだったらどうなるんだろう。俺のセンスが良かったからね。ツインテールとはなんか高貴なタイプです。お待たせいたしました。ケーキ隊特別調査部隊調査部隊隊長アイリス・アッシュベリーです。やった、噛まずに言えました。お前、早口言葉を言った時みたいなことを言うなよ、お前。
調査部隊、ちなみに俺勘だけんな、調査部隊隊長の部隊のあたりで一旦切ったけんな。はい、近頃事件の数も増え多種多様になってきましたので、ニール様が率いる部隊は危険な犯罪者との戦闘等を主とするものとして、調査部隊は事件の調査等を主とするものとして新しく設置されたのです。じゃあ隊長さんとか副隊長さんはいないの？ええ、そうですね、殺人とか世界がやばいみたいな事件ことが起きればここに来ると思いますよ。バタぐらいは盗むん専門やけん、そんなことはないと思う。ワン、ツーと出てきたけん、スリーもありうるかなって思ったけど、ないかな、今回は。隊長さんと副隊長さんファンにはちょっと申し訳ないかもしれんけどね。やめてくださいよ、そんな物騒なこと言うの。それより、他の隊員の方が見当たらないのですが。あ、はい。ですね、人間は空を飛べないですよね。ええ、何かしらの道具を使わない限りは不可能ですね。ということは、空を飛べるドラゴンより歩いてくる人間の方が遅いですよね。つまり、時間に遅れそうだったので私一人で先に来ちゃいました。遠回しに言うな、なんかってことはみたいな、ちょっとムカつくなこの子、なんか若干ムカつくな。元はといえば、私が最初に道を間違えてしまったのもいけないことですが、お前の正解。大丈夫です、怪盗なんて私一人でもパパッと捕まえてしまいますよ。さ、あのコナンとか怪盗キッドとか見よったらさ、そういう刑事さんはさ大体逃すんよな。小五郎さんとか毛利小五郎とかさ、そのあたりの人はさ、こう一人でもパパッと捕まえちゃいますよって言いながらもさ、特に手柄立ててないからな、あの人たち。あ、小五郎さんの手柄は大体コナンのおかげやけんな、小五郎さん自身の手柄じゃないからな、その辺はちゃんとしとかなあきませんね。ああ、大丈夫かな、まだ大丈夫かな言われてる。だって噛まずに言えましたとか言っちゃった子やけんな、若干信頼性がなかった。しかも新人っぽい感じ。アイリスさんだったっけ？はい、アイリス・アッシュベリーです。アッシュベリーってなんかこの世界の女の子の名字、女の子だけじゃないな、男もそうやけど名字やたら長いんが多い。レオンハートとかあったけんな。私はエフィーナ、こちらはシド。アイリスさんのドラゴンだよね、どんな能力を持ってるの？お、気になります？驚くなかれ、私は能力を使うと目の前にあるものが何でも分かるドラゴンなのです。いまいちその文章だけじゃいまいち分からんけど、目の前にあるものが何でも分かるってどういうこと？というと、実際に見てもらった方が早いかと。少々お待ちください。ぐぬぬ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 、わー、すごい顔。すごい変形したんだろうな、多分今この女の子はすごい変顔になってるはず。まるで威嚇する猫のようだね。ちょっと失礼な。よし、分析完了です。そちらのお嬢さん、名前はエフィーナ、身長は98センチ。あ、98センチしかないんじゃ。あ、そういや、なんか4歳ぐらいっていう設定だったな。そして嘘を主な養分とし、体内に取り込むことが可能なドラゴン。ようわかるな、そこまで分析力高いな。そんなん現代の機械、どんな機械を使ってもできんぞ。そんな分析班として申し分なしだな。わあ、すっごい当たってる。あの怪盗バタフライがなんか証拠を残したらこいつにやられておしまいっていうパターンがあるぞ。身元バレるな、怪盗バタフライ。今回こそ怪盗バタフライ最後じゃないか。そしてお隣の失礼な方、名前はテオバルド・レオンハーツ、身長170センチ。あれ、本名バレてるよ。今名乗っている名前も態度も全く違うじゃないですか。そういうこともわかるのか。ケーキは本当に面倒なやつばっかりだな。しかも見たところお前まだガキだろ、こんなちっこいガキに舞台の隊長をやらせるなんてな。バカにしないでください、私もうお前で9年目です。人間でいう9歳ってめっちゃ子供っすけど、それともなんだね、君は精神能力が高いとでも言えるのかね。なんだ、まだそのくらいなのか。俺の半分以下だな。
5678、私9人分だ。ぐぬぬ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 ぬ。テオバルド、普段は詐欺師、色はいろいろな町を転々とし、その度に容姿や名前を変え、3日前に食べたものはノーネームの草。そこまでわかるな。お前ストーカーとなんかと間違われてもしょうがないぞ。そのこと言ったら草、よく似た食える草と間違えただけだ。それでも草、草なんて。しかしあなたの貯金の、お金の貯金は6。おいやめろ。お金あるじゃん。前お金ないからクレープはダメって言ったのに。ケチっとんや。ケチでどうにかお金を貯金しようとしてるんや。くっそ、おい余計なことを言うなよ。鳥頭。鳥頭って私のことです。本当に失礼な方ですね。ぷんぷん。ブレッド様から聞いた通り、もうあっち行ってください。ぷんぷん。わあ、この女の子めちゃくちゃぷんぷんって言葉が似合ってますな。あいつ俺のことを何か言ってるのか。はい、詐欺師、傲慢、ロリコンみたいなことを言ってました。完璧だよ。ロリコン、どんな人間だよ。そんなにひどい人間がいるのかと私も思いましたが、今この場ではっきりしました。ああ、もう早くあっちに行ってください。プンプン。もうこの子のセリフ読みときね、なんかプンプンって言ってもいいような状況のセリフの場合ね、プンプンつけますからね。対象を分析するドラゴンか、脅威になるな。怪盗バタフライに対して本当にいろんなドラゴンがいるんだな。ああ、もうすぐ10時か。黄金の秘宝の話でも聞いてますか。黄金の秘宝って美味しいのかな。多分食い物じゃねえぞ。本当にそう思ってたのか。ちょっとエフィーナちゃん頭が弱いな。もうちょいやっていこう。話を聞こうって言ったな。まずはプンプンお嬢さん。くぬぬぬぬプンプン。今のプンプン作るとこだったかな。まあいいや。助手のアーノルドだったっけ、イーノルド、あれな、え、あー、いいなんやったっけ、わさ。黄金の秘宝、僕は今回セキュリティシステムの点検をメインに呼ばれただけなので、ウィルバー様に聞けばいいかと。少し長くなるかもしれませんけど、ウィルバー教えろ。いやお前はいつもそんなテンションなのか。おや、どうかされましたかな。いえ、その黄金の秘宝というものをじっくり見てみたいと思いまして。おお、そうですかね。ではここは一つお話もいたしましょう。わあ、本当に金ピカキラキラしてる。ふふふ、そうでしょそうでしょ。かなり昔に作られたもののようですが、その時の流れを感じさせないこの輝き。このゴールドタウンにはいくつかの言い伝えがありまして、30年もの歴史の、そのさ、聞きたくのないことをどん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 言ってくるのが金持ちの典型的なパターンですね。売ったらどのくらいの値打ちになるんだろうな。ドーナツいっぱい食べられる。ああ、1日10個食べても一生困らないくらいはいくだろう。トレジャーハンターになる方ががっぽり稼げるかもしれないな。転職っていうの。いや、やらないけどな。楽して稼ぐ方がいい。そしてここからが山場ですよ。私はこの黄金の秘宝を右から左。来た、10時。鐘の音。おや、つまりは10時。しかし今のところ異変は。あ、停電か。どうなっている。え、なんでみんなフラフラしてるの。そっか、人間だと真っ暗なんだ。痛い。おい、今のエフィだろ。いるの分かってんだから尻を叩くな。今、人影が。そっちですか。キャー。だ、どれがどの、誰のセリフか分からんかった。宝は？お、お、無事だ。本当ですね。なら偶然の停電ということでしょうか。偶然にしては、タイミングが良すぎる。これはよくあるパターンではありませんか？ウィルバー殿。ウィルバーだったっけ？僕にこの指導にかかれば、
この答えは造作もない。簡単なことですよ。それは偽物です。本物はもうあいつが取ってるんですよ。しかし、そちらの点検もしっかり行ったのですが、配線？停電、配線、点検。え？シート？エフィ、今嘘の匂いがするか？うん。でも人が多いからだと思うよ。ちっちゃいから形もならないし。ん？イーノス、右側の男、さっき停電、配線、点検とつぶやいたけどな。あいつは前のことを振り返るときは口に出さない。ん？前を振り返るときには口を出さない。やってない。点検やってないな、こいつ。これからどうなるのか、どうするかを予測するとき、ああやってつぶやくんだ。は、これからやろうって言う、やろうってことか、お前。なんで知ってるの？昔、少し付き合いがあった。それだけだ。ただ、形になっていない、ということは、嘘をつくことに罪悪感を感じないってことか。それとも、あいつが時間の経過でただ性格が変わっただけなのか。話を聞いてみるか。あれ？ってことは、まだ本物なんかな、これ。やらかした。やらかしちゃったぜ。推理外れちゃったぜ。本物か。まだ本物か。よかったよかった。それならよかったんだ。というわけで今回はこの辺で。まあ、名探偵でも一回は外すときはあるのさ。何回も推理してたら一回ぐらい外すときはあるのさ。というわけで今回はこの辺で。多分次回あたりバタフライ出てくるんじゃないでしょうか。というわけで、仕上げ。あとな、言わせてもらうとな、今、お前が一番バタフライっぽく見えるからな。俺の中じゃお前が一番バタフライっぽいからな。それだけ忘れんなよ、お前。アイリス・アシュベリーです。次回のライト3は、怪盗バタフライついに登場。それを追う、テオバルドとエフィーナの前に、謎解きが出てくるです。刹那圭介は、その謎を解くことができるでしょうか。次回、ライト3パート3。次回も見てくれないと怒りますよ。プンプン。